どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グルリインボーク、CCG 突撃 SR アモン光太郎が手に入るイベントですねが来てるんで、やっていきたいと思います。なんか条件がなんだっけ、ラッシュスキルでフィニッシュじゃなくてラッシュでクリアみたいな。あ、ラッシュってなんだって思ったんですけど、あれかな、ブレイクした時のあの猫パンチかな、あれでクリアすればいいんだろうか。さっさと始めましょうよ。あれ、こんなんいたっけ。なんか CCG のさ、あれじゃない、初めてじゃない、こうなんていうの、CCG の兵隊って呼ぶわ。 CCG の兵隊がさ、いっぱい並んでるの初めてじゃないかな。なんか今ちょっと新しい感じしたんで、ラッシュでフィニッシュ。あ、そうなん、やっぱあれだね、ボコボコにすればいいんだね。ブレイク発生5回以上かな。ラッシュで余裕なんじゃないのこれ。ていうかアキラ出してたら余裕なんじゃないの。あ、歌でもいけるのか一応。いや、これやべえな。いや、 A だからさ、錦のスキル一発で死ぬかもしれないんだよね。まあ、なんとか耐えてほしいですね、アモンさんには。私がやろう。ああ、重装でいった方がよかった、ってか錦でいった方がよかった。普通にブレイク2回しかしてないぞ。ザクが、ここか、ここか。使って、こいつスキブ使ったら多分死ぬんだよな。あ、マジか、強っ。あのね、大体錦のコーヒーは、まあ、大体振り終わりました。あとはあのブレイクのとこだけ、あ、ブレイクのとこがちょっとなんかあと5分の1ぐらい残ってるだけなんだけど、俺今何回、うわー、いるじゃんあいつ。名前まるでさん、名前忘れたとか言っちゃ失礼すぎる。どれだけ死ぬ、どれだけ死ぬ。あ、硬っ。これで、これで大好き。あ、でも案外硬いな。まるでし、案外硬いっすねこれ。ピヨピヨ、僕が行こうか。あ、アモンもまあそこそこ硬いっちゃ硬いかな。ぶっ飛べ、うん、ぶっ飛べ。あー、どうしよう、アモンを残してちょまるでを吹き飛ばすか。なんかあいつ最近さ、ボスよりボスの側近の硬いキャラの方がなんかだるいみたいな、そういう傾向あるからだね。ちょっといつもやられてるから俺から仕掛けに行こう。まずサブを殺す。オッケー。あー、36万、そこそこ、こんな系のバフでもそこそこ火力あ、でもアキラがいるのか。でザコが、いや、やべえなこれ、スキル使ったらまずいかな。えつか普通に爆ね。次ラッシュで倒さなきゃダメだから。やべえ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 これミスったな。ラッシュで倒したかったんだけど倒せないな。これで、ああ、報告書の作成に入る。そんな格好で言われてもな。まあどうせ S 来るんじゃないのこれ、1週間後。来ないのかな、いつも通り S 来てくれるなら。まあまあまあ、 S 来てさ、クラがさ、こう分裂してさ、アーモンくん狡猾であることだよみたいな、なんねえのかな。まあいいや、とりあえず似てねえ窓のモノマネはもうなんか前回から引きずってるけど、もういいでしょう。というわけでお疲れ様でした。また次回の授業動画でお会いしましょう。